思わず反射で手が出た。小さい人間だが、小さい人間だが、スモールピーポー、スモールピーポー。SKJ ビレッジ。はい、ご視聴ありがとうございます。SKJ ビレッジのフェスと、サイナスの、ピンパです。はい、マリメ本日の企画は、はい、マリメ経験王ということで、はい、4つ、仲卸しますと。はい、4つのステージやったら、まあ、4勝つくわけじゃない。はい、で、またその4つのステージで全く同じように、もう1周します。それで勝敗がどう変わっていくのか。で、合計何勝できるのか。おお、つまり1回目は初見狩りされても2回目で取り返せば負けはないですから、はいはいはい、経験をちゃんと次に活かせるやつが勝つということで。おお、なるほど。さあ、行くぞ。これ2回目やばいんじゃない。やばい。赤くしょ、赤くしょ、赤くしょ。なんだろ、その天才なの。あれ、適当にキャンプしちゃった。え、わからんのだけど。そういう時は投げてみる。そういう時は投げてみる。おめえ。バカじゃねえ。投げるなら自分だけいけ。あ、すいません、こっちか。ごめんね、ごめんね。めっちゃバカじゃん。バカも。あ、ちょっと歩いて。時間切れるよ。時間はどうやって切れるの。あー、時間でかい。あー、時間でかい。やべえやつしかいねえんだけど。え、俺どかせないんだけど、これ。一発で正解を当てていく。 すごくね、興奮すぎない普通に。え、俺多分2回さ、一発でクリアしたんだけど。え、これ S だけが言うじゃん、2回目。2回目 S。 あー、経験王の絵の三日月だ、いただきだ、三日月だ、いただきだ。何も覚えてないんだけど、だって知らないし。まあ、でもしょうがない、ゲームの特性上そういうこともある。いや、でもさえ見てる可能性あるな、結構ゴースティングでもあるんだろう、多分。さあ、行くぞ。満月ラーメンですけど、やっぱり強いって。めっちゃおもろい。よし、いらねえか、これ。いやー、ゴールここか。タージエジャーク、タージエジャーク、チャージャーだ。レボン3体倒してないのか。チャージャーだ。ああ、何体倒したらいいな。ゼロ。これ一体か、まあ、いいじゃないのかもしれないけど、めっちゃ、まあ、意義じゃないのかもしれないけど、めっちゃ楽しかった。意義違い。いや、多分意義だわ。意義違いだったか。意義違い。ねえ、こと言うな。意義どうやって。これ、これ、これ、これ乗ってるクラウンでけえな、こいつだけな。やべえ、回答がむずい、回答がむずい。あ、もういいか。ソーリー、そこ敵か。そこ敵か。そこ敵か。かわしきゅうって言って。あー、来てよ。グーまだまだ頑張ったね、頑張ったね。いや、これ2個目ね。これは経験だな。よし、ゴールするじゃん。じじ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 じ、ありがとう。なんで俺先行っていいの。いつも先決めんだけど。だけど。なんで俺先行っていいの。すごくないっす。いや、悪気でないよ、ずっと。そうだ、上に。いやーすいませんね、すいませんね、すいませんね。やばい、行かれた。あー、マジか。うなー、これは痛い、これは痛い、これは痛い。1人でもう全部回収しようか、しできるの。さあ、行くぞ。
思わず反射で手が出た。小さい人間だな、小さい人間だな。スモールピーポー、スモールピーポー。ダメだ、ごめん。後で喧嘩しよう。喧嘩でかい。よーし、埋まってるってことはこれよ、クッパが。ゆらい。チェックでかい、よかった。かなりや。積もった。やばい、スモピンになりそう。やばいっしょ。スモピンになる。スモピンはあれやばいよね。テイクオッケー、かなり先まで来て。やばい、ナイス、危ねえ、ここ耐えきそうでよかった。あ、これいけるじゃん。それで上げてやったんだぞ、貴様ら。いいね、もう一旦耐えき。はぁー、いた最高です、僕は今。見てよ。お前最高の生きた。俺の試合目バカだな。バカだな。トムビは、よし、うまい。はい、よし、俺が何がその教えてやろうか、進化。チェック取ってないよ、知らない方がいいよ、知らない方がいい、うん、キックボール取ってないよ、オッケー、キックボール取ってないよ、オッケー、キックボール取ってないよ、オッケー、知らない方がいいよ、おめ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 、知らない方がいいよ、おめおめ、マジマジおめ、310、おめおめおめ、これはおめ。さあ、経験済みコース1個目、はい、最初覚えてるよ、本当に覚えてるね。マジ最高、最高じゃないです。やべえ、俺積んだわ、最悪だ。積んだ、はここまで覚えてるよ、ここまで覚えてない。この次のチェックは知らないんだよな。この次のチェックは知らないんだよな。でも早く行かないと、これ。え、なんで？お前！おれ！出たじゃん。なんで入って？経験済みだとやっぱ違いますね。違いますよ。知ってましたから、ドゴールだと。行くなら進化、行くなら進化。こちらゲンガ、ゲンガ、これやばい。抜かされたい。これは植えるとダメだよ、これ。行くなら進化、行くなら進化、行くなら。頑張れ、冷静に行こう、冷静に行こう。進化じゃ、行くなら俺、行くなら俺俺よ、行くなら俺、行くなら俺俺よ、行くなら俺、進化。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。6、5、1、0ね、5、1、0、これやばいよ。この差は。さあ、行くぞ、さあ、やろう。まだ回せなかった、くっそ。やばい、それは最悪だ、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 いけー、いや、俺ゴールできない
そうだな。その気持ち、ルートが素直。5、1、1、よしよしよし、ここ逆転もうこれなんだっけ、最後。さあ、行くぞ。やばいやばい。あ、ミスった。ここにも、うん、こら来た。やーすごいリーマーやーすごいリーマーやっとごめん争いを避けてきた。やばい、そんなのがビッグピーポーだった。エスはあ、マジかよ、やったー。結構実は進んでます、エガスさん。これあ、まずい。かなりの実は進んでおられです。チェック踏んだの何だっけ。ビッグピーポースコールからのビッグはスコーピック。スコールからのビッグはスコーピック。あれでも S さん、2回戦0勝 ?0 勝です。おぉ。ゼロピンポか。謎、ゼロピン生まれて取られたのと、ビッグさんが、キノコの上に置かなかったんで、出してあげました。ナイスナイスナイス。ナイスナイスでかなりのスモールマリオからビッグマリオ。そう、かなり、俺がビッグにした。一夜進化か。あ、でもな、謎解きだけですか、最初の。あ、なんで一回帰ってきた。なんで帰ってきた。よく考えたら。よく考えたら。帰ってこなくていいんだよ。初見の謎解きの運は最強。6分の1で2回引いただけの工業。ミスター怪人。